こんにちは、しげしげです。チャレンジダンジョンレベル10、天才ネプチューンで攻略していきたいと思います。ちょっと自分のネプチューンね、プラス振ってないんですけども、非常にこのダンジョンと相性がいいので、使ってみることにします。まず5ターンの間50万以上のダメージを無効化してきますので、殴り合っていきます。ただネプチューンの火力が程よいので、チャンスがあれば全然抜きに行って大丈夫です。で、あとパーティーの特徴で言うと、このパーティーは毒耐性が 100% になってますね。天性ネプチューンが2個ずつ持っていて、あと覚醒カリンが1つ持っているので、絶対に毒ドロップができません。はい、あと一旦耐久ですね。ただこれで抜けそうですね。はい、でこの次スキルチェーンが飛んできます。ランダムですね。今回は運よくネプチューンにかかんなかったので、一旦目から毒エンハ、毒とエンハンスを使ってパンパンしていきます。遅延されちゃったらちょっと耐久しながらスキルが溜まり直すのを待ってください。はい、これで毒で撃破ですね。はい、でここも弾くことができるので、盤面を見てスキル使ってもいいですし、はい、ワンパンしていきましょう。はい、でこのあと天狗なんですけど、属性的にもちょっと厳しいです。相手も HP 高いですし、なのでアオソニアの二色陣、こちらでワンパンしに行きます。列をねしっかり組んで、あと四つ消しも入れるといいですね。はい、落ち込みも乗ったので、これ確実にワンパンできたと思います。はい、盤面的にね足りなそうなら全然エンハンスも使っちゃって大丈夫ですので、倒しに行きましょう。でまず根性を発動させて半分まで削ります。こんなに組む必要ないんですけどね。はい、これで確実に、根性を発動させて半分まで回復をさせます。でここからはね、4つ消しと闇の2コンボで調整していきます。ただめちゃくちゃ落ち込んのっちゃったので、これはまた回復されちゃいますね。はい、ただ負ける要素がほぼほぼ回復が枯渇しない限りないので、はい、様子を見ながら削っていきます。これはちょうどいいかな。はい、これで根性が消えたので、この後闇じゃない、お邪魔のロックドロップ来るんですけども、リューネを使ってあげて、水がめちゃくちゃ少ないんですけど、エンハンスがあったのでこれを使ってあげれば倒せたかなと思います。はい、ということで非常に安定して戦うことができますので、ぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。